ありがとう。ヤバミザワ、そうヤバミザワって感じ。福アイプさん結婚して、まあちょっと結婚は契約違反ということで、首にまだちょっと慣れないということですいませんって感じで、ちょっと首になってしまうので、結婚することによって私はショートケーキの悲劇を、あ、15が上にあるから、お弁当ありがとう。ジロピやばい、懐かしくて泣けてくるやばいね、懐かしいね。なんかオーディションって感じするよね、こういうイベントとか、こういうのとか。めっちゃモノマネ枠、そうですね、しときます。やすこさんとかでいいですか。はいはい、こういうことですよね。こんばんこんばんは、イベントやってて、はいそうはいそう、おはようおはよう、初見で嘘やな、こんばん、元気元気だよ。ご実感、パセリさんが AKB の曲当てクイズしてたんだけど、参加したい、何それ楽しそう、参加したい。私だけ顔だけじゃなくて字もイケメン、字もイケメン、ありがとう。字がイケメンって何。ケーキに乗らなきゃ、乗る係。私もちょうどあったタイミングでイベントの時間合う日、え、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。夏休みなの、夏休み、あ、終わったのか、夏休みが終わったのか、早いね。ちょっと今日も顔面が、ありがとう、やった、顔面です。こんばんは、こんばんは。準備は、なんか恥ずかしくて呼べてない、え、呼んでください呼んでください。さんま御殿でやす子見た、本当ですか。これ誰、これキノピオだわ。キノピオはマリオさん、マリオさん、これですね。やす子さんは、はいでした、似てるやす子、よっしゃ、やす子さんのクオリティいい、よっしゃ、やったね。モノマネ超おもろい、今のところズンさん、山根鈴葉さん、 AKB の、こんにちは、かわいい。え、卒業、待って、え、事実、え、ちょ、え、ごめん、ちょっと配信してる場合じゃない、それが事実なのであれば、こんばんは、こんばんは、こんにちはで、うん、ちょ、え、本当、え、これ本当、ちょ、え、ちょっと、え、それは私の人生が変わってくる、待って、本当、ちょ、うるさ、ね、え、本当、え、やす子さん山口県出身だから、りさ子もやす子さんなのかも。初見です、ありがとうございます。 ST48 3期研究生の北川伊手子と言います。伊手子ってちょっと、え、本当に、あ、 X 来た、え、どういうこと、え、本当に、え、本当に切り替え、はい、どういうこと、どういうこと、え、これリアル、え、な、かな、え、泣きそう、待って、普通に泣きそうなんだけど、どうしたらいい、かわいい、ありがとう、5時間と1分前、え、ちょっと待って、え、自分の目で確認するまではそんなこと信じないですよ、私は普通に考えて、え、待って、本当に、え、待って、悲しい、やだ、え、待って、マジで悲しいかも、ガチやん、ガチやん、うわ、ガチやん、ちょっと待って、え、ガチやん、え、待って、ガチなんだけど、最悪、めっちゃテンション下がってきた、マジか、え、ガチやん、え、待って、推しメン卒業待って、推しメン卒業するの、ブログ見るね、ちょっと、え、こっち、え、本当にどうしよう、え、マジか、なんか、どうしたらいい、星集めてくる、ありがとう、こんばん、ねえ、待って、配信見てた、ちょっとブログ読むね、みんなごめん、あの、みんなのこと放置してごめんね、ちょっとブログ読むね、ごめんね、本当に推しメンのブログだけは見るから、11月25日サウイヤーで、悲しいね、え、おしめ卒業やばい、待って、え、ちょっと、え、待っと、え、ちょ、え、ちょ、ガチどうしよう、ちょっとショックすぎるかもしれない。いちごです。こんばんは、こんばんは。推しメンどんだけ、いや、いっぱいいるんだけど。
今日の一番菅優香さんが、え、髪めっちゃボソボソになっちゃった。え、マジか。え、待って、本当に耐えられないんだけど、どうしたらいい。待って、推しメンの卒業はちょっとしんどすぎるかも。こんばん、こんにゃ、匂わせてた、ナナさんだ。マジか、ちょっとガティかちょっと、ま、ガティか、ちょっとマジか。え、ちょっとガチで今テンション爆下がり人間なんだけど。え、ね、マジで無理、どうしよう。推しメン卒業してる、してるんですけど、今どういうことですかみたいな。あたかつ優先。あ、そうだよ、こんばんこんばんは。ね、待って、マジでマジか、マジか。こんばんは。お話し会、握手会買うんやで、もぎさんのラスト。あ、そうなの。で、私さ、あの STU の最終オーディションの日がさ、身売り取っとってさ、普通に干してしまってさ、それ以降話してない。な、ちょっとマジか。いや、山部さんも卒業発表したよね。あの、私が今悲しいなって言ってるのは桜坂の羽生瑞穂さん。待って、マジで無理かもしれない。泣けばいいと思う。まあね、確かに卒業っていうのは誰でもするものですよね。え、待って、もう無理かもしれない。うわ、ガチか。私がどれだけ羽生瑞穂さんのことが好きなのか発表していいじゃん。何の発表やねん。ね、待って、ショック。ね、無理、無理なんですけど。ああ、ごめんなさい。マディか。え、ガチでショックなんだけど、どうしたらいい。カウントありがとう。50座はやばい、ありがとう。苦しいね、マジで無理。え、推しメンの卒業ってなんか、無理なんだけど、どうしたらいい。取って代わる。うん、発表タイム。支流の妹つさやさん。そう、何が無理。あの、羽生瑞穂さんが卒業発表されたということで、私は桜坂さんのライブに行って、これをよく掲げてるぐらい羽生さんのことが好きなんですよ。悲しい、待って、どうしよう。推したくさん言ってた。そうなの、新しい推し違いますよ。だってすぐ新しい推しに行くんじゃないんです、やっぱりこれは違うんです。こんばんは、はじめましてかな、ありがとう。こんばんは、SD48 3期研究生の北沢一郎と言います。こんばんは。いつもかなったんだけどね。え、待って、羽生さんの卒業ガチで無理な、本当にどうしよう。ちょっとキモいです。え、喧嘩しますか。そう、桜坂の人方結婚してやばい。ねえ、待って、もう本当にどうしたらいい。ねえ、待って、マジでさ、羽生さんの卒業本当に耐えられないんだけど。え、ガチでどうしよう。あーね、覚悟してた、顔が浮かばない。うん、こんばんは、こんばんは。ちゃんとしたやつ。そうだよ。ねえ、待って、昨日来てた、配信してた。え、伏線ってこと。え、そうなの、初期好きだったの。羽生さんや、羽生瑞穂さん。え、ね、マジで無理。この女子もめっちゃ集めてたな。無理。なんかしますか、無理。羽生さん卒業来ます。ねえ、ショック。推しと結婚した羽生さんと澤部さん、どちら派。羽生さん派ですよ。マジ、ねえ、マジか、気まずいな。誰が結婚したの。推しと結婚といえば峯岸みなみさんのイメージ。ああね、ガチか。テンション爆下がり人間なんだけど。ナウ桜坂さん、生きせつさんたちの、ね、早いよね、早く感じちゃう、無理え、もう無理、もうこんな悲しいんだよ。え、もうさ、なんかさ、私はもうなんかもう89歳ぐらいまで STU に居座ろうかな。悲しい思いしちゃうから。しんちさん、ハートありがとう。デビュー曲の握手会で行った。あ、さやま城はぶみ、じゃあそこでキランで、こんばんは、こんばんは。あずみさんのところ結婚してたわ、結婚してたわって。何、
結婚してタワーってどういうこと、あ、結婚してがタワー分ってことか。ねえ待って、卒業受験です、初めまして。否定法というと3期研究生の北沢一郎と言います。イベント参加中なのでぜひともよろしくお願いします。昨日配信、伏線ってことね、待ってね。え、そうの会いに行ってきたの。ゾゾ、え、ゾゾなんとかって何県、生涯 STU 宣言しとく。こんばんこんばん。89歳はその頃もね、89歳まで卒業しません私は。元気、元気出せないよ、悲しいんだもん。推し名卒業ショックじゃない、もう本当にどうしたらいいの。今日も可愛い、ありがとう、ありがとう。こんばんは、こんばんは。え、ガチでどうしよう、悲しい。7割くらい、やばい、気まずい。やすしさんいない、じゃあ私が後継者をするね。やすしさんの、やすしさんって言い方なんかちょっと気まずい。待って、本当に卒業し、もうそ、なんかもう推しメンの卒業本当に無理すぎる。待って、どうしたらいい、本当に無理なんだけど、どうしよう。あ、りんごさんファイト、ありがとう。ファイト頑張れますかね。お疲れ様、お疲れ様。ね、卒業、待って、私の推しメン卒業本当に無理。慰めてあげて、北沢さん泣きそうです。あ、千葉か、なるほどね。しんいちさんハートありがとう。今日の夜寝れない、寝れないかも。入るグループ間違えた、間違えてないよ。89歳で写真集出すかもしれない。天国から応援、やばい、ありがとう天国から。4月25日、ねえ待って、もう卒業、推しメンの卒業こそ辛いものはない。しかもこんなめっちゃもうタイムリーで、もう秒で今卒業発表って感じじゃん、まあ、マジで無理なんだけど、どうやって生きていこうか。0048やばい、懐かしすぎるんだけど普通に。うん、そう、卒業ラッシュ入るよね。1期生さん、あと4人、小林結衣さんと、待って浮かばなくて死んだ、小池美奈美さんか。え、でも羽生さんも卒業、え、待って、マジでさ、どうやって生きていったらいいのかなみたいな。センター楽曲ね、え、I'm in ってさ、羽生さんセンター、あれって羽生さんセンターじゃないの、 I'm in みたいなやつ。またなの、そう、こんばんは。ジャパネットはどこ、ジャパネット高田ですか。あ、そっか、冬香さんと上村さんか。悲しい、もう嫌だ。え、ここにいる人も4人しかいないってこと、やば、無理なんだけど、どうしよう。卒業しないと思ってた。こんばんは、こんばんは、やっほー、こんばんは、こんばんは。ちょっとテロップ書いてなかった、こんばんは、こんばんは。45分、うん、高田、あ、高田、桜坂一曲も知らないセンターの方、いや、私の推しメン、私の推しメン、卒業期間、やばい、終わるわそれは、あの時期ね。あさって誕生日出てくれるの、推しと結婚するしかない。うーん、誰推しなんだろう。あ、なるほど。なるほど。プロフィールで分かっちゃったか。こんばんは、こんばんは。アイムイン羽生さんセンターよな。気持ち理解できるよ、もうね。誰よりも推しメンが卒業する気持ち分かるよ。あ、フォローありがとう。ありがとう。なるほど。いや、待って、悲しいかもしれない。カナピーマン。こんばんは、こんばんは、はじめまして、 SU48 さん研究生の北沢一郎と言います。ありがとうございます。死ぬわけじゃない、まあそれはそうなんだけど。こんばんは、こんばんは、やっほー。え、かわいりなさんとか、え、てか聞いて、この話も一生するけど、私はかわいりなさんがめっちゃ好きで、かわいりなさん今日のコンサートで、コンサートからもうかわいりなさん推しになるんだ私はって思って、
行ったコンサートでカワリーナさん卒業発表したの。本当にどういうことだと思う。あれゆくさん揺れてです、やばい、気まずい、気合で乗り越える乗り越え、悲しい。これ見に行ったように卒業発表された。いや、それはちょっと無理かもしれない。書いてないね。確かに、どうなんだろうね。そうで、私はカワリーナさんが本当に好きだったの。好きだったからもうね、もう小学生ぐらいの私は、小学生だ、小学生の私はもうパパにコンサートに連れてってもらって、え、今日からさ、あのりっちゃん推しになるとか言ってたのに卒業発表した、その コンサートでやつ、みたいな、はにゃーみたいになった。ゆめさんロス1年続いた。そうだよ、かわいさんね、いっちが押すと卒業、やばいよ、やだよ。似てる芸能人誰って言ったら、かわいりなさん。そうなの、私の推しメンじゃん。じゃあ推しメン推しメン、やばい、推しメン、推しメン、連絡と会場に置いて帰る、やばい。なんかマイク置くみたいな卒業あるよね。マリカ話についていけない。あ、今私は桜坂46の羽生瑞穂さんが推しメンなんですけど、羽生瑞穂さんがもう数分前に卒業発表されて、もう死んじゃうんじゃないのみたいなメンタルになってきてる今。河合さん、おバカなイメージ、アイドル嫌いにならなかったね、やばい。卒業するなら、いや、それはでも別にどっちが先とかは別にないよ、特にそういうのはないよ。欲しい、こんばんは、こんばんは。マディカ、待って、結構割とショックを被っている北沢って感じ。待って、もうやばい、メンタル、メンタル、メンタルって感じ。そうだよ、だってさ、これ全部1期生さんなんだよ。これもうこの方々4人しかいないんだよ、やばいんだけど。私の青春が悲しい。アイドルの寿命短い。それな、もうなんかさ、なんかないんかな、やっぱさ、作ろう、もう作ろう。涙拭いてください。フォローありがとう。ハブさんのスケッチブックいいよ。私が桜坂さんのファンクラブ入ってて、通い詰めてたんですよ、ライブに。その時に掲げてた。悲しい。こんばんは、こんばんは。青空泊まり、あ、いいタークって。何がやばいのか分かりません。推しメンが卒業発表ですよ。どうしてやって生きていったらいいんですか。私は何期生さんと握手したい。サイドウさんね。こんばんは、ヤッホー。いや、もうちょっと待って、一回忘れよう、一回なかったことにしよう。これはダメだ、一回なかったことにしよう。個人ファンクラブ作りながらできてた。あ、うん、渡辺梨花さんのさやつね。そうなの、50カウントカウント。師匠元気、あ、師匠元気ないですよ今。うん、一人も知らないグループ。あ、そういえば鬼レンチャン誰か出ていた。あ、出とったよね、松田里奈さん出とったね。して推し目を作った時のこの日が来ることは想定済み。まあそりゃそうなんだけどね、やっぱ卒業というものは唐突に来ますからね。どうやって生きていったらいいんでしょうか。ちょっと一旦忘れよう、一旦やめよう、もう一旦、もう悲しくなっちゃうから。現地の生誕祭で発表すぎゃ、いや、それはしんどい、それは死ぬ、死ぬ、死ぬ、死んでしまいますよ、悲しい。結婚してって言ってる立場。あ、ちなみに先に言っとくと、結婚しませんよみんなとは。あ、アプリのメールが復帰した。本当、いろいろ送っとったやろ。あ、尾関さんやったんや。そうなの、私はね、渡辺梨花さん推しだったんだけど、羽生瑞穂さんも推しメンだったの。あと関由美子さん、筋トレして今日紛らわせる、やばい、筋トレします。
え、腹筋割れそうなんだよね、そういえば。でも見せないけど絶対に。今ちょっと今日するし、もう水でも汲んどってください。水泳差でした。どのタイミング AKB はアイスのみの CM かな、小2ぐらいの時にやっとったアイスのみの CM がきっかけ。私はそれで可愛すぎじゃねえみたいになって好きになった。そこからかな。断絶歌おうかな。ジャーバージャコーナー、ジャーバージャ、モデル活動かな。気持ちを乗せる。話題変える。そうかな、カマピーマンって感じ。結婚してくれんの。はい、ごめんなさい。腹筋そうだよ、絶叫。結婚してギフトいちごちゃんに投げても断り。あのいちごちゃんに結婚してって投げても北沢さんはちょっと契約違反としか答えません。結婚せん。凛子さん、さあ凛子さんも結婚しないって言ってるでしょ。いちご中の、はい、いちご中じゃないよな。今泉ゆいさん好きで。そうなの ?1 ヶ月後に亡くなった。やばい、悲しい。それは今泉ゆいさんの最後の善悪の改造でめっちゃ人が並んでるのを見て諦めた。並ぶの選びたかったけど。エーマンさん結婚して、ちょっと結婚すると契約違反ということで、まあクビなので、ちょっとクビを免れるためにすいませんって感じ。俺もちょっと結婚、私もないよ。ゾノさん推しなの。いいね、おゾノレイさん可愛いよね。あ、真珠や鏡さん、真珠ありがとう、ありがとうございます。ちかまなみさん推しなのかな。三週終わり、ありがとう、ありがとう。ハピネス、あ、ゆかるんさん、星なぎん、リア充と結婚す、あ、それは私が許しませんよ。浮き虫のバンされない、見せないよね。引け食いして忘れた、体重も増える。私なんかストレスで焼き食いするタイプじゃなくて、逆にご飯食べれなくなっちゃうタイプなんだよね。だから痩せてしまう。腹筋は痩せすぎの場合、あ、そういうこと。ピーマン体操、ピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好き。ねみーぽさん卒業公演だったね昨日ね。人ほぼ同じ、腹筋割れてると類似点多いので、ディスコッティちゃん、うん、はにゃはにゃ。リネさんと結婚する、あ、そうなんですね。そうなんですね、うん、頑張ってください。 7% の結婚確率、あ、 7% あったの。こんばんは、こんばんは。なの、なんなな、微妙なの。あ、え、キラさんの撮ってるの。竹山鶴さん、真珠ありがとう、ありがとう。真珠リンコさんに来た理由が分かった。なんだこれ。あ、これはね、そう、ソファーのあの何クッション、吸い取ったやつ。こんばんは、こんばんは。4周年で再生すると、ショック、それは死ぬ、悲しいよね、うん、ちょっと一回忘れますから。くるくるさんと結婚、いちごちゃんが全力阻止、あ、そうです、やめてください。私この前クルックさんに結婚しないでくださいねって言ったよ。わけわからん。結婚欄の目が強婚、やばい、強婚って何、結婚できないってこと、それとも結婚しても良くないってこと。体重発表配信、ちょっと測る、じゃあ体重測ってきますわ、ちょっと待っとって。ゆっこらせ、ここに、あ、めっちゃ近くにあった、電源。本日の体重いきます、じゃん。発表したいと思います。本日の体重は 46.3。 増量おめでとう。しょうもな。しんちさんハートありがとう。いちごは結婚する、あ、結婚しようかな、誰と結婚しよう、誰と結婚しようかな。とっつきやすさがある、本当。増本さんの遠く昨日松田さんに乗っ取られてた。いちごちゃんと結婚することで、うん、うんうんうん、本店のどなたかも卒業発表して、してたよね、山部さんが。カマピーマン考えて、その、確かに考えてくれるかね。
生測定、そうだよ、そこにあるから測定しますよ。あ、豊中のひろさん、レインボースター10個ありがとう、ありがとう、ありがとう。体重公開アイドル、そうだよ、毎日毎日アイドルではない、毎日体重公開アイドルあ、なんだっけこれ、これレインボー、違う、ミラーボールか。ユマンさん、ミランボ、喋れなくなっちゃった。ミラーボールありがとう、気まずやな。カラピーマンありがとう、昨日に増えた、そうだよ、ほぼ同じ体重じゃ思えた、思えないやろ、そう、どういうこと、昨日増量おめでとう、何体重公開して減ってったら罰ゲーム、やばい、やだよ、どっちも嫌よ、増量おめでとう、ありがとう、半分以下、増えた、よかった、やばい、みんな増えて感動してる、ありがとう。服が20キロ重すぎんのよな、リンゴ3個どういうこと、おめでとう、増量おめでとう、あ、増量おめでとうは私が増量したいってずっと言っとるから、ちょっとでも増量したらみんながおめでとうって言ってくれる、遅すぎ、増えて、増えてた、ありがとう、みんなが私の体重が増えたことを褒めてくれる、ありがとう、増量できたよ、もっと食べ、え、食べてよ、食い力やばい、そうぜ、蹴ってた、逆に信じるか信じる、信じるか信じずじゃあ、あ、あ、あなた次第、かわいい、ありがとう。病み上がれ 43.7、 順調、え、違う、いや、なんだっけ、忘れちゃった、昨日一昨日の生きてる、え、それな、あれ伏線回収だね、え、発表聞いた、エキニさんね、どうなんだろうね、あ、ここに貼ってくってこと、本日の体重、マンションの席で増えてるけど、そういう消費者は納得、やばい、怒ってる、あ、フォロワー、そう、え、フォロワーさんがさ、このイベント期間で結構増えてる、ショールームの、ありがとう、あの私の目標のあれなの、嬉しい。カントリーマーム 0.4 キロ増えたやん、服の重さ、うん、今日マイケル・ジャクソンさん着てる、体重同じ、あ、そうなの、なんだよ、太らんないよな、あ、気温だったんだ、なんとか言った、体重減る、いちごちゃんと結婚できる確率 0%、 うん、 0.15% でいきましょう。ナーミョンさん、あ、今日ナーミョンに会ったよ、ナーミョンね、でもちょっと体調悪そうやったけど心配よね、かっこよく踊れそう、そう、ジャクソンさんの力を借りてきた、今日基本で例えるともう分からんし、ポケモン分からんのよな、同じ体重になりたい、なる、体なんとかと同じ、29分、ありがとう、リモコン、え、そう、今日さ聞いて、今日さ、私さ家で練習しとるときにさ、あの電気のリモコンがあるんよ、電気のリモコンをさ、こうマイク代わりにしてさ練習しとったから、それを間違えてポッケに入れて持ってっちゃったんだよね、レッスン場に、何やっとんねんって、あ、はじめまして、はじめまして、こんばんはか増量ありがとう、あれやろ、出演ありがとうでしょ、その 0.15%、 私と結婚できる確率は 0.15% とか漫画ね、あったね、やばい、なんで詳しいね、これはね、自由で売っとったよ、よいしょ、48だったのに49になって、あ、本当、いや、私なんかあんまりさ、ルールが、ルームレベルは何が起きるの、ジャイキルさんもう混ざっとんのよな、ジャクソンさん来てる、今日10月まで暑い、え、暑すぎない、マイケル見逃した、マイケルこんばんは、なんで 100% ちょっとノーコメントで、え、違う、間違って持ってっちゃったの、リモコンを何キロまで増量祭り、うーん、プラス3キロで行こうと思う、じゃあ、なんとかさん、つむおじさん、ドジっ子エピソード、うーん、ドジっ子なんですかね、こんばんは、ジャクソンかっこいいでしょ、こんばんは、こんばんは、ちょっと間違ってめんつゆ、やばい、ゲーム15 0.15、 そういうもの、あれなのよ、アキラさんだね、バット、そう、バットって書いてる、ガンプラを頭にそのまま出かけて、どういうこと、
あとの頃やけんワールドさん、あ、本当？これはね GU で買ったんだ。45分まで、そうメール取る、え、本当？やったね、嬉しい。メールはそう送ってるよ、メールリモコン誰かに見られた、うん、リサ子に、ね、待って間違えて持ってきちゃった、何やっとんねんってなった。あ、そうなんだ、ルームレベルは。そうなのね、ジャクソンスタースターだけに暑く、今年やばいね。それは何個リモコンなくしたか忘れた。私も実家の部屋のリモコンどっか行った。タンタンさん、レインボースター10個ありがとう、ありがとう。これはレインボースターのかけらだから、ここに、あとここにあるの。かなたんが一番体操着みたいなリンガーティーって言われたの僕のせい、え、そうだよ、今日言われたからさ、え、これ体操着って言われとったやつってリンガーティーやんって話をしたの。ペットのチンパンジーの名前なんだっけ、もう飼ってないのよ。もうペットのチンパンジー死んだけど、ペットのチンパンジーの名前は、ペット、やばい、ペットにペットって名前つけるのちょっとサイコパスすぎた。おちょこちょい喋れ、おちょこちょいが可愛い、そんなことはない。1月24日 45.3 キロ、あ、見直したの？バブルスくん、何バブルスくんって。推しが10時まで配信した星投げ石、え、ありがとう、全然嬉しい、ありがとう、ありがとう。カメラ見つめて嫌だよ。え、そう、今日しかもりさ子と靴下お揃いだった。ムーンウォークできるの、すごん、何かが、そう、ちょっと家のリモ、家の電気消えるかなとふざけて、ふざけましたね。太郎さん、ハートありがとう、10個ありがとう。初見です、あ、こんにちは、あ、間違えた、こんばんは、間違えちゃった、こんばんは、やっほー、ありがとうございます。ペルク、そう、内陸だな、この、え、そういうの、山梨とかも終わりですからね、正直言って。犬に犬って名前つける、そうだ、いや、犬だとダメだ、ケンとかにしとこう、ケンケンっつって漢字で書いたら犬やはりそう、そうだよ。オリバーくん、サイコパス、いいえ、サイコパスではありません。海王様どこにもいる、あ、そういうこと、あ、マイケルさんの映画シャチ買ったの、どういうことなの。こんばんは、こんばんは。ハムスターに猫って名前つけてた、もう意味わからん、もう今めちゃくちゃやで。ゼログラビティ、あ、ゼログラビティできんの、やば。クルクルさんにお手って言って、いやよ、やだもう殺されるんじゃない人間と呼ぶ、そうだよ。キリンはキリギリギリペット、そうなんだ、そうなの。じゃあ、猫に、猫に猿って名前つけようかな、いないけど、いちごしょ、放し飼いにする、あー、なるほど、そういうこと、まあそうですねそうですねとか言ったけど特にないんですけど、まあほどほどに、ほどほどにしてください。ペットに勝訴って名前つける、やばい、あさくに殺される、やばい。アライグマラスカルってある、確かにおかしいねしてくれる、待って、プリンちゃん違うよ。ダルメシアンにパンダって名前つける、つけよう。つけましょう。50カウント、お手といってお座りも言う、お座り、こんばんは。でもうちのワンコの、うちの実家で飼ってるワンコはちゃんといい子だから言うこと聞くよ。お手、じゃお座り、お手、おかわり、待て、よし、できる、おしなぎ、ちぎ鍋みたいなもん、え、待ても大事、そう、わかる。1600と輸入、ありがとうございます、フォローいっぱい。マカロン、そうだよ、うちの飼ってるワンコはマカロンくん、かわいいのよ、あの子、会いたいな、マカロンもどきならいるけど、これマカロンもどき、車しつけがいがある、お座り、
おかわり。猫に小判、うん、なんか違うの。猫にこんばんは、やばい、気まずい。気まずい、気まずい、気まずい。気まずっと。賢いでしょ、うちの子。からもどき、そうだよ、ねずこ、これは。あ、しっかりとおててないですよ。ないよー。マカロンって名前、そう。ねずこ、こっちはねずこ。でもねずこが着てる服は、本当にうちのワンコが着とった服。広島から山下というか、さすがに1000歩ぐらい。足がでかすぎんのよ、そんな。そんな歩幅広い女いないのよ。フリスビー代わり嫌だよ。頭が良かった。そうなの。そうだよ、賢いのよ、うちの子は。あ、ゆうなも飼ってるよね、ワンコね。こんばんは、こんばんは。そう、赤ん坊。もうあの、陰踏んでんね。陰踏んでんのバレとんのよ。猫についてもそれ正しい行動だよ。サラピさんならワンちゃんハウスって言ってくれる。サラピさん、こんばんは、こんばんは。め、いる、いそうだよね、このようにねずこと名付けられてしまう。いちごにちゅる食べないよね。でもおばあちゃん家で猫飼っとるんやけど、チュールめっちゃ好きよね、やっぱ。チュールください。チュール、はい。適当、いつもさ、ください系適当で、はい、ずっと適当にやってる。こんばんは。お、はじめまして、ステイ483期研究生の北澤いちごと言います。こんばんは。え、本物かな、ちょっと、本物っぽいの。いきます。りえちゃん、毒ウド、え、らしいね、らしいね。炭治郎って、子供に、あ、でもまた炭治郎は別に、炭治郎か、炭治郎、うん。え、犬用のチュールあるよ。うちのワンコさ、犬用のチュール食べるよ。うん、詰めてない。これは、あの、人形だから。あ、そう、こてつくんや、ゆうなんのワンコは。うん、指輪とかね、いいよね。こんばんは、こんばんは。ま、そう、ワンチュール。え、てかさ、カラオケにさ、チュールの曲入ってんの知ってる？私、前友達とさ、一緒にカラオケ行った時にさ、チュールチュールの曲歌った。こてつくん、そう、ワンチュールあるよ。確かにドッグフード人間と、あ、そうなの、食べとるんや。せいやとジャンプから、うん、セイントせいやとキャプテンの翼、うさぎのやつもう何でも食べるな。え、カラオケにあるんよ、チュールチュール。ハイキューのヒュー、ああ、ちょっとわからん。チュール好きな、うちのワンコ。チュール美味しいの食べてないのよな。食べてませんよ。賢い。今度カラオケで、え、歌って、みんな今度カラオケ行ったら、チュールチュール歌えて。え、あるんだ、カラオケに、お線香のやつも。リアチュないのよ。そうだよ、カラオケ意外とあるのよ、そういうの。リアチュールやばい。うんふん、うんうん、いいな、チャウチュールが歌えるんだよ、カラオケは。めっちゃハゲてたやん、ここ。やば。配信の次回のカラオケ予定、決めてない。いいかも、よくないよ。リア充やばい、リア充キモゼット。ロックオールスのおすすめ、バナナ猫の曲カラオケ。何、バナナ猫の曲って。40分ありがとう。あ、じゃあ3分になったらランキング読みます。ちなみに今日はもう一枠あるので見に来てね。100点出せそう、チュールの曲で。リアチュール、リアチュールないよ、そんなものは。私が言ったみたいになるでしょ。何時か、11時1分に始めるね。薬局行くたびにペット用の缶詰買いそうになる。うん、間違えてんのよ、もう。別にいらんやろ。美味しかったじゃないのよ、食べてないのよ。自分用、自分用のをペットの缶詰ってこと。お、ほんと最初から見てくれるの、ありがとう。
1時1分からやる電車バトね、やめてよ、私が言ったみたいになるじゃん。みんなが言っとるんやからね、言ってませんよ本当に。じゃあおつゆ食べたことあるな、食べたことあるんかい。カラオケ配信、なるほどね、ちょっと検討曲作らんで、ね、そうだよ、リア中キャリア中めっちゃ可愛くってね、ママって言ってくるの、ママになったもん、リア中の懐いてる、私がリア中を釣ってたってこと、それで餌付けしとったってこと、チラヤッホー、いたいたいた。明日の朝忙しい。あ、明日朝配信します。もう切れるかな。頑張っておきますね。眠いな、今めっちゃ寝そうになった。電車が飛ぶかも。夜ご飯ないのよ、そんな状況。あげてませんよ。そうで、私はね、ミューポンのままにもなった。おばば、やばい、やだよ。そうなんだ。でもやっぱそうだよね、ペットの食べ物とかも。だってなんかマカロンのあげる煮干しとか美味しいよ、普通に。食べたことある。こんばんは、こんばんは。やっぱもんだ。あ、やばい、43分だ。ランキング読もう。ランキング読みます。悩いもの。15位が雪平さん、14位が長崎県民やともこやりさん、13位がリンゴさん、12位がなりちゃん、11位が武田だけさん、10位がウェマンさん、お、9位がもっと楽しいさーさん、8位がダンボールさん、7位がクミトラさん、6位がリキヌさん、5位がレディースガガさん、4位が星投げザウルスさん、3位が豊中のヒロさん、2位がマリモさん、そして1位がタンタンさん。ありがとう、ありがとう。結婚しないのに。そうだよ、産まないよ。先輩たち明日からガチスケジュール組んでる。あ、そうなんや。まあ私はガチガチというよりかはちょっとなんていうんですか、楽しんでやりたい感じなので、みんなも今まで通り普通に配信コメントしてくれたらありがたいです。話しがいに寛容、まあほどほどにということで、次は11時1分から配信します。ありがとう、ありがとう。ジャマイカビールと制服の人形、あ、考えとく。ジャマイカビール、ありがとう。ということで、ちょっとあと少しいたんだけど、あと30秒とか。リンコさんメモしてる。でも私もメモしとるノートあるよ普通に。まあ、みんながあ、お話し会で何話したかここに全部書いてあるからね。ということでということで、やばい、私明日6時半予定かな。あれ、6時半って言ったっけ。歯磨き OK ということで、じゃあねー。とりあえず11時1分でもあと16分後にまたすぐ配信するので、バイバイ。それまでまた見に来てね、ぜひ。